こんにちは、メチューレットです。英語の勉強だけではちょっとつまらないと思ったので、今回は青鬼というゲームの実況を始めたいと思います。名前はこれがメチューレットにします。メチューレット、まあちょっとゲーム実況初めてやるんで、はい、緊張してます。あっち外れにある虹見館、ここにはお化けが出るという噂がある。という名前のとこが来ています。中は思ったより綺麗だな。いいか、なんだか寒いわ。こけし、おおい、もう帰ろうぜ。なんだよたけし、ビビってんのか。おおい、もう帰ろうぜ。バカバカしい。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。お、おい、メチューレット、気をつけろよ。こんな感じで始まるんですね。まあホラーゲームっていうのは有名なんで、もちろん知っています。まあ、ちょっとクリアしたことはないんですけど、このゲーム結構難しいです。鍵当たって、何か割れるような音がしたので、多分これだと思います。皿が割れていますね。皿の破片を手に入れた。まあ皿の破片、普通皿の破片手に入れたくないですよ。ちょっと危ないので、まあ定期的にセーブしながら進めていきたいと思います。なんか驚いてるようですけど、皆さんどこへ行ったんだろうと思ってると思います。分かんない。いや、こんなところか、もっと帰りたいんですけど、分かんない。どこ行こうか。まずは1階から見ていきましょう。あー、なんかいますね。今の多分青鬼ですね。ちょっと入らない方がいい。2階、これは地図かな。ちょっとこれではよくわからないですね。ベンチの落書きみたいなので、ガタガタ、ポケシー、
他のみんなも震えて何も話してくれません。まあ、よほど青鬼が怖いんでしょう。まあ基本的にこれは青鬼は脱出ゲームみたいな感じで、謎を解きながら、謎というか仕掛けを解いていって、まあ、最終的にこの館から脱出するっていう、まあ、ゲームだと思います。まあ、事前にちょっとプレイしたんですけど、確かこの椅子を動かすんです。で、ここに図書室の鍵があります。一応セーブします。中学生、中学生と言われるには相当大人っぽいです。高校生ぐらいに見えます。ああちょっと怖いんだよな。みんなこのゲーム 怖そうにあんまり実況してないんだけど、ちょっと自分ホラーゲーム苦手なんですよ。あえて挑戦してます。チャレンジしてます、確かこのドア、あったよな。入れました。図書室の鍵使った。怖いね。確かこれを来た。ドアが開いてる。あ、やばい。ちょっと失敗しましたね、これ。ドア開いてたんで、ちょっとそれに引きずられてしまいました。ちょっと制作者の思うツボになってしまった。怖いな、これは本当に。もう一回仕切り直します。ちょっと逃げた場所がちょっと良くなかったですね。ちょっと狭いところに逃げるという具を犯してしまいました。もう一回チャレンジしてみます。怖いな。狭い場所に逃げて大丈夫。プレイヤーもいたんですけど、ちょっと自分はその人みたいにできないんですよ。で、また逃げる。あ、来た。この青い、巻くことができました。ハンカチを手に入れた。まあ、このハンカチっていうのはなかなか就職できない僕を励ましてくれてるつもりなのでしょうか。まあ、涙は出ないんですけど、じゃあ一旦ここで動画を終了します。ご視聴ありがとうございました。